はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はチームワーク力を上げていくための能動学習というお話をしていきましょう。はい。ね、まあ、一人の力の限界っていうところで、まあ、単身スポーツね、例えば陸上競技で100メートル走とか、ね、水泳でもその一人個人種目ってなると思うんですけど、まあ、それとは別で、仕事とか、まあ、チームスポーツとか、まあ、あらゆるね、例えば家族のこともそうですし、チームワークの連携がどれだけ取れているかっていうので、業績とか、勝利への貢献度合いとかっていうのが大きく異なってきますよね、と。ただし、まあ、ただ仲良くやりましょうっていうのでは、まあ、お遊び、まあ、確かに楽しいんでしょうけどね。で、終わってしまうので、業績とか勝利っていうところを目指していくのであれば、チームワークを上げていくことが欠かせないというところなんですね。で、この話っていうのは、そのチームワーク力を上げていくのにどうしたらいいのかっていうことを悩んでらっしゃるマネージャーとか、それからチームキャプテンに向けて参考になれば嬉しいなという動画になります。チームワークトレーニングっていうのが今回いくつかピックアップされてまして、何かっていうと、4つのタイプに分かれてます。で、1つは授業スタイルで、2つ目ワークショップ、3つ目シミュレーション、4つ目フィードバックというところで、それぞれどういう中身かっていうと、授業スタイルっていうのは、メンバーを、ね、集めて、講義的な感じですね、チームワークの大切さとかっていうのを具体例も挙げつつ、教師役を1人立てて、でそれが解説していくというような感じです。で、ワークショップ型に関しては、ディスカッションが主体ですね。円形の椅子かなんか、もしくは机かなんか用意して、で目標とかどうやって取り組んでいくかっていうことについて議論を交わしていくと。それからシミュレーション型に関しては、現場で必要なスキルっていうのを、ロープレなどをして培うというところですね。例えばよくあるのが営業系で、その先輩と後輩が2人で、ツーマンセル組んで、で、お客さんと営業マン役とに分かれて、で、商品を売っていくというような、そんなロープレですね。それから4つ目がフィードバックっていうことで、メンバーでグループを2つに分けて、お互いの生産性とか働き方に関して評価をし合うというようなところです。で、この4つやったうちに、結果的にどれがじゃあ一番効果高いのっていう話をしていくと、結局ね、どんなトレーニングでもやらないよりはマシだっていう結果が出たんですよ。何でもいいんかいっていうね、突っ込みたくなるようなお話ではあるんですけど、確かに、どれでもいいっていう結果なんですよ。もう究極言ってしまうと。で、おっと、なんでそんなとこ行った？おい、戻って。で、どんなスタイルであったとしても、チームワークを良くしていくよっていう効果はありましたっていうことですね。で、こことチーム両方の生産性が高まるんですよ。何かっていうと、個人のレベルも上がるし、チームとしてのレベルも上がるということなんですね。で、これっていうのは仕事だけじゃなくって、スポーツといった、あらゆるチームという組織において効果が高かったっていうことなんですよ。で、トレーニングに関しては、そのベテランというか、その長年組んでいるチームというよりも、もう出来たてほやほやのチームの方が効果がより高かったっていう結果なんですね。だから新しいチームを組んだ時点で皆さんとしては、できれば早くこの4つのうちのどれかのトレーニングを行った方がいいということなんですね。で、とにかく個々人で能力を磨くよりもチームで生産性を高めていきたいということであれば、いずれかのトレーニングを行った方がいいというのが結論です。で、ベストのトレーニング、そうは言っても4つの中でも最も効果高いやつあるんじゃねえのっていう話なんですが、それはその通りで、トレーニングの効果の差っていうのは当然あります。で、授業スタイルっていうのは残念ながら他と比べて相当効果が低いと4つの中で言われてます。で、なんでかっていうと、教師役の方に関してはすごいこう準備したりとかね、教えるために自分で知識身につけたりとかっていう形ですごく熱心なんですけど、他の参加者っていうのがどうしても受動的になりやすいっていうことなんで、これちょっと効果が低いと。で、全員がその最も生活生産性高くしていくためにはどういうトレーニングがいいかっていうと、シミュレーション、いわゆるロープレの部分ですね、が良かったということなんですよ。全員が当事者意識を持って能動的に取り組むために、その一番効果が高いなんて言われてるんですね。じゃあ今更ですけど、ね、冒頭言った能動学習って一体そもそも何なのっていう話をしていくと、参加者が自ら積極的に参加する学習方法っていうものです。で、ワークショップに関してもそれなりの効果っていうのは確かに見込めそうなんですけど、ワークショップってなんとなくこう議論する内容もふわっとこんなもんじゃねっていう個人の感覚を話すレベルに落ちるケースも結構あるらしいんですよ。であれば具体的な事例まで落とし込むことでシミュレーション式っていうのは効果がアップしているというような話です。だから自分ごととして取り組むことだから、ロープレなんか絶対にその実際のお客さんに、例えば営業だったら売らなくちゃいけないっていうことを頭で考えながらやっていきますよね。どうやって俺は売れるかなっていう議論をするよりも、実際に売るっていうことを具体的にやっちゃった方が早いっていう、そんな話です。で、ちなみに、
個人学習でも能動学習っていうのは効果が高いです。だから例えば個人の場合は教科書を読み込むっていうその知識を受けていくのではなく、受動的な学習方法をするのではなくて、テストを解いたりとか自ら問題を、あ、これ解くじゃない、ごめんなさい間違えた、自ら問題を作るですね、とか人に教えてみたりっていう能動的な学習などなどが効果が高いというふうに言われてます。なので勉強どうしたらいいのかなっていうふうにお悩みの方に関しては、いずれか新しいんで取り組んでいける方法にぜひチャレンジしてみていただけたら、いずれか楽しんで、皆さんが取り組める方法にチャレンジしてみていただけたら嬉しいです。ということでね、能動学習というお話をしていきました。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。